2013時コーベスケは日本人のバイオリニスト、指揮者である。ベルギー、ブルッセル在住。ボリビアの首都サンタクルスの生まれ。4歳から幼稚園の音楽教室でバイオリンを始める。東方学園大学でバイオリンを、久保田良作、室内学を三好明、安田健一郎らに指示。東方の工学科講師のフルート奏者、有田正宏の影響で、 語学演奏に興味を持ち、1982年に有田らと共に演奏グループ、コンセールスピリテュエルを結成、オランダ留学まで演奏活動を行う。在学中の1983年に日本音楽コンクールで第3位入賞。1984年、同大学を主席で卒業すると同時に、東京フィルハーモニー交響楽団にコンサートマスターとして入団した。 かねてから興味を持っていたオリジナル楽器によるバロック音楽の演奏に専念するため、同学団を1986年に球団。同年にオランダのハーグ王立音楽院に留学し、シギスバル特異圏の下で研鑽を積んだ。その後ハーグ王立音楽院及びブリュッセル音楽院にて教鞭を取る。1993年発売のルクレール・バイオリン・ソナタ州で、 ソリストとして CD デビューを果たす。その後同レベルのコレッリ・バイオリン・ソナタ州作品後第7番第12番とモーツァルト・バイオリン競争曲第3番、他で2年連続してレコードアカデミー賞を得て同レベルの主要ソリストとなる。1995年第1回北とピア国際音楽祭のパーセルのオペラ大道とアエネスで指揮者デビュー。 以降、バロックオペラ、オペラコミックなどを指揮している。近年は、バロックバイオリンのほかバロック期に存在した、ビオロンチェロダスパッタの復元、演奏にも深く関わっている。この楽器を用いて、世界で初めて録音した JS バッハの無伴奏チェロ組曲で2008年度、レコードアカデミー対象器楽曲部門を受賞した。2015年には、 当年ゼネラル音楽賞を受賞。2016年現在、デンマーク王立音楽院教授、東方学園大学特任教授を務める。クラシック音楽の20世紀4個楽演奏の現在、P8 から9、ブルースペック、電音クラシックベストモア50から35ルクレール、バイオリンソナタディスコグラフィテラコーベスケ、日本コロンビアオフィシャルサイト、日本コロンビア公式サイト、 2021年8月1日閲覧。テラコ助ベスケ新テラカド福岡古学音楽祭2021年7月18日閲覧。ありがとうございます。